はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日は別邸っていうところなんですけど、これ関西クラクラクラブのね、一応サブクランになります。でね、こちらからちょっとね、動画をお送りしていきたいと思うんですが、これね、クラン対戦リーグとか、なんかこう、本体でイベントがあった場合に、どうしてもね、クラン対戦参加できない方がいらっしゃるじゃないですか。そういう方用にね、作っているサブクランなんですけども、ちょっとね、この中からすごいね、勉強になるね、攻め方があったんで、ちょっとご紹介したいというふうに思います。で、この攻めをしてくれるのは、この会長さんっていう方。で、サムネにもね、書いてる通り、今回の見てもらいたいものっていうのは、ボーホグってやつですかね。ボーラーからの、ホグライダー。で、よくね、ゴレホグっていう戦術は皆さんね、ご存知だと思うんですけども、これはゴレホグと違って、ゴレを使ったね、陸部隊のところ、そこをボーラー多めにすることによって、なんていうのかな、陸部隊で一気にね、今この攻め方見てもらうと、バスターに続いてね、こうヒーローとボーラーがこう入っていくじゃないですか。で、こいつらが中心のね、このタウンホール付近、ここら辺ですよね。これをね、一気にえぐっていくわけですよ。で、そうすることによって、なんていうのかな、ホグライダーがね、通るルートをかなりこう限定して、ホグライダーを回しやすくすると、言った形ですね。で、まずね、今もう、攻めを見てもらってますので、それをね、まずじっくりご覧いただきたいというふうに思うんですが、今回の動画で見てもらいたいのは2点あります。1点目は、まずこの防護具の、なんていうのかな、その削り方というかね、攻め方のその大雑把な流れ。で、もう一つはこの編成ですね。これね、今日会長さんの攻めを2つ見てもらうんですが、ぜひ注目してもらいたいのが、相手の配置に合わせてそのホグライダーとボーラーの数っていうのをね、こう柔軟に変えていってるわけですよ。ここがね、本当にもうなんていうか、もう参考になるところですね。で、本当にね、この防護戦術の教科書って言ってもいいぐらいの攻めだと思いますので、これね、タウンホール今11のバトルですけども、当然10の方も使いますし、場合によっては12はいけるのかな、ちょっと私も試したことはないんですけど、12でもいけるかもしれません。少なくともタウンホール10や11の方っていうのは、この攻め方が本当にいろんな陣に、ね、刺さりやすいので、試してもらえたらいいなというふうに思います。これね、どれくらい前かな、1ヶ月半ぐらい前か、公式さんがね、ゲームのアプリ画面内で私の動画を上げてくれましたけど、それもこの防護具に近い戦術っていうか、もう防護具だったかもしれませんね。で、まずは編成、これボーラー6の、ホグ20ですね。で、ヒーラーを3個積んでると、こういう編成です。で、もう1個見てもらいたいのがこれですね。さっきのね、配置と違って、中央にこうすごい広い区画がありますよね。で、これを潰すために、どうでしょう、編成見てもらいたいんですけど、ボーラーを今度は10連れていってますよね。で、さらにホグライダーは7と、ボーラー厚めにしてますね。で、基本の攻め方はこれ防護具なんですけども、必ずしもね、あらゆる配置に同じ編成がいいとは限らないですよね。今回みたいに中央でこうボーラーが暴れやすい、こういう配置に対してはね、ホグを多く持っていくというよりも、もうボーラー重視ですね。ボーラー重視で一気に中心から押していく。で、ホグライダーの使い方は何かっていうと、ここなんですよ。今中央でボーラーがガンガンに暴れてますよね。暴れているボーラーで処理しきれない、こういうなんていうか、この触手みたいな部分ですよね。こことかこういうところ、これをね、ホグライダーが見事にこう処理してるんですよね。で、当然施設は中央だったり、こういうところに集中していますので、ホグライダーが回るルートっていうのはね、もう完全に限定されちゃうわけですよ。なので、ヒーリングをね、上手にこう使いながら、ぐるーっとね、ホグライダーを、なんていうのかな、あんまりこうばらけさせられる要素がないですから、回していくことができる。このホグライダーね、今ここで、4時時点でこう着地しましたけど、ここ8時からぐるーっとこうね、走ってきて、ほとんど数削られてませんよね。まあね、そんなに確かに防衛施設が強くはないんですが、この相手。それでもね、やっぱりこう綺麗に回すと全体のニートの残り方が、すごいですよね。というところで、ちょっと今度はね、早送りで全体の概要をね、見ていきたいというふうに思うんですが、ちょっとこれは早送りでいきますね。2分間の動画です。で、まずね、これもう一個すごいところっていうのは、このサイドカットをね、ベビドラでやってるところですよね。これ、
コスト20でしっかりサイドカットができて、でその間ね、今ここジャイヒーになってますけど、このジャイがそんなにダメージを、まあヒーラーがついてますからね、なおさら食らわないでいけるわけですよ。これねゴレとかを使っちゃうと結構ゴレってダメージゴリゴリ受けて、でバスターがね入っていったところで、なんていうのかな、そこのバスターの後に続いてこうゆっくりね壁の中に入っていくっていう動き方をしますから、あの結構ねもう壁の中に入る頃には役目がもうあんまなかったり、ダメージを結構食らっても体力を削られちゃってる場合があるんですよね。でそうしないためにサイドカットをゴレビズではなくベビトラでやってると、まあ、こういうところもね、コストをしっかりね、ボーラーとホグライダーに割くために、節約ができてるなというところですよね。もう素晴らしいとの一言なんですけども、でホグライダーもね今ボーラーがこの中央ここをかっつりこう削ってくれてますんで、もう回るね、ゾーンというか走るゾーンがもう限定されていて、こういう風に、ばらけずに、最後まで回っていくというところになりますね。いや本当に、ね、お見事ですよね。で、まあ、今回はホグ多めの編成で、あとはもう掃除タイムなんで飛ばすとして、次はね、ボーラー、重視、まあ、基本はね見てもらったら分かるより重要施設が全部真ん中に入ってるわけですよ、インフェルノも含めてね。なんでもうボーラーで一気に押していく。ただサイドカットはこれしっかりしなきゃいけないんで、ここもねジャイでしっかりタゲを取りながら後ろからネクロのスケルトンと、まあ、ネクロマンサのこのね、遠距離攻撃の呪文で押していくという形が綺麗にできてますよね。なのでもうしっかり、周りにネクロと、ジャイがばらけていって、で中央に、ボーラーたちがね、ボールバスターに続いてこう中に入っていくという形がもう綺麗に出来上がってますね。でボーラーにはもうレイジーをかけて一気に暴れさせると、こそ割とねもう怖いものがないですね。あのボーラーにレイジーがこうかかってきて、後ろからねこうヒーローも続いていったら、であとはホグライダーで、しっかりねこうぐるっと回していくと、8時から4時面ですね。で上側のまあ2時面っていうのは、これはもうねジャイとネクロで回してます。おそらくねこれもしかしたらホグライダーがこのままずっとねこのなんていうのかな、2時方面は3時方面ぐらいまでかな、この辺までは行ったかもしれませんね。結構な威力がこう残ってますんでね、まあ、なんですけども、まあ、虹側はネクロがねしっかりと、生き残ってというか、進軍を進めていたので、おそらく会長さんはねここにレイジを打って一気に潰したんだろうなというふうに思います。というところでね、まあ、今回あの防衛編の、ね、配置もまあそんなに硬いかって言われたらそうでもないんですが、とにかく典型的というかね教科書的な、防衛ホグの、攻め方をしてくれているので、まずそこが参考になるというところと、2つ目に関しては相手の配置に合わせてボーラーとホグライダーのこの編成、あとは呪文の、持っていく中身っていうのをね、こうなんていうのかな、まあ陣に合わせて、臨機応変に変えていく、まあ、その変える配分のやり方ですよね。このあたりをねよく参考にしてもらえたらというふうに思います。というところで、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして、今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日は失礼いたします。バイバイ。